さてジャン君、今ちょうどお昼になりました。今日はおはようの動画なかったね。よいしょ。あと45分したらクロケンパパは4回目のワクチン接種に行きます。今のところまだ自転車で行こうと思っているんですが、今34度に、室温で34度になっているので、日に当たったら死んじゃうかな、どうしようかな。まあ、マオイママさんの方が、暑さに弱いので、様子を2人で相談して駅まで行ってバスに乗るかなそれもありだね。じゃんくん、またちょっと留守番だけど我慢してくれよ、頼むよ。さあ、真夏の日差しの一番暑い時にですが、これからワクチン接種行ってきます。頑張ってみます。こんないでたちです。これはびしゃびしゃに濡れている、冷たくなると言われているやつ。髪の毛は濡らしたまま、T シャツはちょっと濡れた状態で行ってきます。さて、接種を終えたのでこれから自転車で帰ります。まあまあ大丈夫でした。ただいま。ここひんやりしてる。いい。外暑いです。よいしょ。はい。よいしょ。はいよ。ポンちゃんも、ジャン君もポンちゃんも今日はさすがにこの部屋にいたんだね。偉いね。よいしょ、はあ、はい、ジャン君。